えほ。はあ、最近ゴロゴロしすぎてお腹周りがムチムチしてきたからランニングしてたけど、全然痩せる気配ないし、家から出て5分だけどもう疲れちゃった。喉乾いたし、目の前にある自販機でコーラガブ飲みしたいけど、我慢。ああもう、好きなものも自由に食べられないし、嫌いな運動しなきゃいけないとかもう耐えられない。こんなところに古本屋なんてあったんだ。休憩がてらちょっと寄ってみようと。せっかくだからダイエットのコーナーでも。噂の激痩せ。真田虫ダイエットの真実に迫る？何？真田虫を飼うだけで何もしなくても体重が減る？めっちゃすごいじゃん。よくわからないけど虫飼うだけのダイエットなんて。そんなもの実践させないわよ、たぬきさん。ピー。キツネさん一体どこから？というわけで今回は、真田虫ダイエットの都市伝説について紹介するわ。資料集めに、ちょうど本を探してたところだったのよ。心臓に悪すぎるよ。タヌキさんの姿を見つけて後を追ってみたら、危険なダイエット法を実践しそうだったからね。これって危険なの？本に書いてあるのに。それは、あくまでも噂というか、真偽の怪しい一時話題になったものだけど、健康的に痩せるものではなく、病的に痩せるような危険なもの。未だに噂だけが一人歩きしているけど、実践するのは本当に危ないから。今回は真田虫ダイエットについて解説するけど、もちろん推奨するものではないわ。虫を飼うだけの安全なものじゃないの？その様子だと、真田虫をただの昆虫の類と勘違いしてそうね。ほえ？真田虫は、変形動物門蟬虫綱に分類される、テニアカや列島蟬虫科の寄生虫の総称で、真田紐と呼ばれる、太く平たい紐のような見た目からこの名前が付けられたわ。何このキシメンみたいな生き物。というか、虫は虫でも、寄生虫を飼うって。最初に言っておくけど、その本に書かれている飼うっていうのは、虫かごで飼うんじゃなくて。寄生されてお腹の中で飼うってことよ。ひぃー！キモい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 。想像するだけで全身鳥肌だよ。この真田虫には、消化管や口がない代わりに、体表に細かいひだのようなものがあり、これで腸壁にがっちりと吸盤のように張り付き、栄養はすべて体表から吸収するわ。こんなのが腸に張り付くって。人間の体内に寄生すると短期間で急成長し、1日20センチ成長することも、驚くべきはその長さで、10メートル以上まで腸の中で成長することもあれば、日本では埼玉県の女子高生の体内から8匹、合計45メートル分の長さの真田虫が摘出され、海外では2021年、タイの村人の便から過去50年間で最長となる1匹18メートルの真田虫が虫下しの薬によって排出され大きな話題になったわ。ブル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 。これだけ大きければさぞ人体に多大な影響を与えるかと思いきや、実際は自覚症状があまりなく1から5年30年寄生されて気づかないケースもあるようで、下痢や腹痛、吐き気や痙攣などの症状が出てから病院でようやく判明することも。さすがに45メートルの真田虫を飼っていた女子高生は、慢性的な腹痛に悩まされていたみたいだけど、真田虫に寄生されて起こる特有の重篤な症状というのはなく、病院嫌いな人、医療が整っていない国や地域では発覚が遅れることもしばしばなのよ。こんなのに寄生されても気づかないって、それならダイエットもありなのでは？ただし真田虫がお尻から這い出てくるわよ。やっぱり想像したら気持ち悪い。でも、どうやってこんなものが、人間の体の中に入ってくるの？真田虫は元からこんな姿をしているのではなく、紐状になっているのは成虫の姿なのよ。蟬虫の仲間には、日本海列島蟬虫、無甲蟬虫、有甲蟬虫、アジア蟬虫など様々なんだけど、日本で特に有名な真田虫の代名詞的存在なのは日本海列島蟬虫。この蟬虫はサクラマスやトキシラズなどの魚類に寄生する寄生虫であり、日本では2007から2017年の11年間で439例の発症が報告されているが、日本海列島蟬虫はそうした魚の体内で卵から幼虫へと成長した後、人間などの動物に食べられることで宿主を乗り換え、成虫になる準備ができると腸へと移動し、体のひだを腸壁にくっつけ、体表から栄養を密かに奪い続ける。お腹の中で栄養を吸収しながら成長し、卵を産むんだけど、それが人間の糞便と一緒に排出され、また水を経由して魚の体内に取り込まれると、
再び幼虫へと成長し、またその魚を食べた人間が寄生虫に感染するのよ。ってことは、魚を食べたらやばいってこと？こうした寄生虫の卵は基本的に加熱することで死滅するし、海や川に人間の糞が流出することのない下水施設が完備されている場合、基本的に衛生環境の整った国であれば販売されている食材に付着していることはないんだけど、生食文化が浸透している日本では釣りで釣った魚をそのままさばいてお刺身で食べたり、加熱不十分な状態で食べる機会が多いことから感染する可能性があるのよ。釣れたてさばきたては美味しいだろうから他人事とは思えない。こうした寄生虫に寄生され体の不調が出たり害を及ぼすことを寄生虫症というんだけど、今では衛生環境も良くなり寄生虫の存在そのものが忘れられつつあるけど、日本では戦後間もない頃寄生虫に寄生された人が 60% 以上もいたと言われ、不衛生な食材や汚染された下水や飲み水を経由してたくさんの人が寄生虫に悩まされていたわ。少し前までは日本でもそんな時代があったんだね。病院でサナダムシの疑いがある場合は顕微鏡で便を検査することになるんだけど、もし腸の中で飼っていれば数千個もの卵がそこから発見されるわ。おうふ。さすがにこんな話を聞いたら肥満で悩んでいる人もサナダムシを飼おうなんて気は起きないだろうけど、人間の美に対する執念というのはそんな危機感すら悪い意味で乗り越えてくることがあるわ。医薬品製造企業の森下仁丹株式会社が2020年全国の20から40代女性600名を対象に取ったアンケートによると、 87% がダイエット経験者で、そのうちダイエット挫折者も 87%。 挫折した理由はすぐに結果が出ないこと、我慢でストレスがたまること、モチベーションが続かないことで、ダイエットの本音としてダイエットのために努力したくないが 67.3%、 食べたいものを食べて健康的に痩せたいが 72.7% という結果も出ているわ。みんな楽して痩せたいんだな。より細くなりたい、体重を落としたい、ダイエットというのは時に人を狂わすもの。いろんな手法を試しても効果が出なかったり、楽してすぐ痩せたいという人は時に危険な薬に手を出したり、常識では考えられないようなダイエット法を実践することもあるわ。それがサナダムシダイエットなんだ。サナダムシは先ほども話した通り、寄生されても自覚症状が少ないこと、命に関わるような重篤な症状が出ず、お腹に寄生すると栄養を吸収するため、好きなだけ食べてもお腹のサナダムシが全て吸収してくれるのでは？という発想から、サナダムシにダイエット効果があるのではないかと噂が立つようになり、海外では1900年初めにサナダムシダイエットが認知され広まっていったわ。なかなか深い歴史があるね。その火付け役となったのはマリア・カラスというオペラ歌手。彼女は1923年生まれの20世紀最高とも言われた有名ソプラノ歌手で、その素晴らしい歌声と深く踏み込んだ表現力で多くの人を魅了したものの、幼い頃から母親に英才教育を叩き込まれ、レッスン付けの毎日を過ごす中で、美声のためには脂肪も大事だと、ふくよかな体型へと成長することに。そのプレッシャーは彼女を苦しめ、持ち前の才能で歌手として頭角を現した後も、彼女の巨漢ともいえる体型はコンプレックスとなり、卑屈で内向的な性格になっていったわ。これだけすごい人でも体重がコンプレックスになるんだね。歌姫として活躍するマリア・カラスも、一時は体重が105キロまで増えてしまい、愛人でありスポンサーだったメネギーニはその様子を見かねて、痩せなければスポンサーを降りる、そう彼女に伝え、彼に恋焦がれていたカラスは何としてでも痩せなければと様々なダイエットを実践したものの、全てダメだったわ。ああ。体重のことで悩むカラスに近づいたのは一人のイカサマ氏で、ダイエットにお困りならぜひこれを飲んでみてください。これさえ飲めば、あなたの悩みはすべて解決しますよ。ふふ。怪しすぎるでしょ。その人物が持ってきたものこそ、サナダムシの幼虫だった。藁にもすがる思いだった彼女は、大米をはたいてそれを購入し、一気飲みすることに。すると、1ヶ月目は大きな変化がなかったものの、それでも、体重は92キロまで減少し、それからはたった2ヶ月で、40キロ近い体重が減少したわ。これはお腹の中でサナダムシが成虫となり、どんどん大きくなったからと思われ、たちまちマリア・カラスの体重は55キロまで減り、まるで別人になったわ。2ヶ月で40キロ減るって。彼女は、サナダムシダイエットの象徴的な人物として名を馳せているものの、
実際にサナダムシを飲んだか、ダイエットに影響があったのかは真偽不明なのよ。しかし、アメリカの医学専門誌、ザ・キュリアス・レコードによると、モンタナに住む36歳の主婦がサナダムシを飲んで60キロ痩せたという報告を掲載。この主婦は、自身の体重を気に病み、数匹のサナダムシの幼虫を飲み込んだところ、8ヶ月で60キロ、1ヶ月あたり7から8キロのペースで、みるみる体重が減っていったわ。むむ、そういう専門誌に書かれてるってことは、ちゃんと効果あるのでは？でも、その報告書の中身は、ダイエットの成果をお祝いするようなものではなかったわ。医師によると、病院を訪れた主婦の足元がおぼつかず、青ざめ、頬の肉がげっそり落ちていたわ。先生、体の調子がとても悪いんです。一目見てもやつれた姿を見て、医師はすぐ異常に気づき。何か心当たりはありますか？それがですね、私、サナダムシを飲み込んだんです。え、なんと馬鹿げたことを。痩せたかったんです。私、体重が150キロもあって、主治医から体重を落とさないと命の保証がないと言われて。彼女は、結婚した18年前から体重が増え始め、1年で15キロ増えることも。娘には、恥ずかしいから授業参観に来ないでと言われ、優しかった夫も、一緒に歩くことを嫌がるように。家族から見放され、痩せるための努力をしても、結果がなかなか出ない。そんな中で、主治医から死の宣告を受け、サナダムシダイエットを決断したそうよ。なるほど、そこまで追い込まれて。百科事典でサナダムシについて調べ、地元の釣り師に魚を釣ってもらい、お腹を開いてウジ虫のような幼虫を探し、水の張ったコップに、ピンセットで1匹ずつ移し、3センチほどの虫が10匹以上浮き沈みするコップを持ち、手が震えたものの、これさえ飲めば痩せるはずと言い聞かせ、一気に流し込んだわ。ひょえ。医師は、彼女の行為を叱りつけるように諭し、その後の経過を聞くと、3ヶ月後から下痢が始まり、お腹のあたりが常にムカムカして食欲不振に。月1キロ程度の減少が加速度的に増え、6ヶ月目には20キロ、7ヶ月目には45キロ、8ヶ月目には60キロ減。みるみる体型がスマートになり、家族からの見る目も変わっていったものの、いつまで経っても下痢が収まらず、顔色は悪く常にめまいも。これはまずいと感じ、病院に駆け込んだそうで、すぐに駆虫薬が投与され、体長8メートルものサナダムシが排出されたわ。アメリカでは、1880年から1920年代にかけてイカサマダイエット薬が流行し、痩せ薬と称したサナダムシの幼虫が入った薬もあり、スミソニアン博物館に保存されているわ。めちゃくちゃ健康に悪そう。このように、サナダムシを飲んでから痩せたという報告はいくつかあり、腸壁に張り付いて栄養を吸収するなら、余分な栄養や脂肪も吸収してくれそうなものの、科学的に、サナダムシがダイエットに有効と裏付ける研究は特になく、民間療法的に、サナダムシで痩せるらしいといういい噂だけが一人歩きしてしまい、下痢や腹痛など、様々な害があることについては全然伝わっていなかったわ。確かに、いい部分だけ見れば楽して痩せるように見えるけど、この主婦みたいに、やつれるまで痩せるのは怖いな。そうね、仮にサナダムシで痩せるとしても、それは決して健康的なものではなく、栄養を一方的に吸収される、病的で危険な痩せ方であることは忘れてはいけないわ。軽症で済むことが多いものの、もし腸以外の臓器に移動した場合、意識障害など、予測できない深刻な症状につながるリスクももちろんあるからね。つまり、楽して健康に痩せられる方法はないと。とまあここで締めてもいいんだけど、痩せることへの執着が強い人はこう考えると思うわ。確かに健康的に悪いかもしれないけど、サナダムシで痩せるなら、やつれる前に駆虫薬飲んでお腹から出せば、楽して痩せるんじゃない？発想が怖すぎるよ。でも、そこまで実行してしまう人間の欲深さを先回りして考えなければいけないわ。話を聞いて、そういう風に曲解する人もいるけど、あらかじめ言っておくと、日本なら実践不可能なダイエット法だと思うわ。え、なんで日本限定？それは、サナダムシの種類に関係しているわ。日本を代表する寄生虫学の専門家といえば、藤田浩一郎先生が有名ね。この方は、東京大学大学院医学系研究科博士課程を修了した著名な医学者であり、金沢医科大学教授、長崎大学教授、東京医科歯科大学教授を経て、腸や免疫に関する研究を行い、日本寄生虫学会賞、
日本文化振興会社会文化功労賞、国際文化栄誉賞など数々の名誉ある賞を受賞しているわ。え、日本人でこんなすごい研究者がいたなんて。それでそれで、この人は具体的に何をした人なの？お腹の中で実際にサナダムシを飼った人よ。すごい人じゃなくてヤバい人だった。藤田先生は累計20万部を超える笑う海中や体にいい寄生虫など、身近だけど謎の多い寄生虫に関する生態や特徴などをユニークにまとめた著書を出版し、海中博士の異名でも知られ、実際にサナダムシを飲んで寄生されるという体当たりな人体実験を行った風変わりな研究者なんだけど、藤田先生がテレビでサナダムシはダイエットに効くと何気なく話したところ、後日有名女優から実際にダイエットに使いたいから飲ませてほしいとお願いの電話が入ったわ。言わんこっちゃない。研究者としてダイエット効果が証明できていないサナダムシをさすがに一般人に飲ませるわけにはいかず、先生は他の2人の研究仲間とともに自らを実験台にすることにしたわ。富山からわざわざ高級なサクラマスを取り寄せ、幼虫を取り分け水と一緒にごくり、暴飲暴食を避け、お酒も飲まずに大事に育てたところ、2週間後から腹部に膨張感と不快感が出始め、3週目には下痢と便秘を交互に繰り返す事態に。このまま体重が減るかと思いきや、いつの間にかサナダムシはお尻から出てしまい、いなくなっていたわ。あれ？今までの話と違うような。他の2人のうち1人もすぐ排出され、もう1人は長期間お腹に飼うことができ、少しだけ体重は減ったものの、そこから排出されてリバウンドするように体重は戻ったわ。藤田先生によると、こうしたサナダムシの研究は1889年から始まり、1930年代には患者の報告が上がっているものの、当時の記録を見ても痩せたという報告はなく、なぜか日本人はサナダムシに寄生されても痩せず体調を崩すだけだったわ。一体どういう。先生はどうして日本人だけダイエット効果が出ないのか、2つの理由を推測していたわ。1つは日本人と欧米人の人種的な体の違いによるものと、もう1つはサナダムシの種類が日本産と欧米産で異なる種類であるという可能性よ。むむ、それって。ええ、当時はサナダムシといえば高雪列島常駐のことを指していたんだけど、1986年の島根医科大学教授の研究によって、フィンランドの高雪列島常駐と日本の常駐は別種と判明。日本のサナダムシは日本海列島常駐と名付けられたわ。ってことは種類によって痩せるか痩せないか決まるのかな。疑問に思った他の先生も比較実験を行おうと海外に向かったけど、サンプルが少ないこと、個人差が大きいことから明確な理由は突き止められていないわ。つまりこの動画を見てる人が思いつきでサナダムシの幼虫を手に入れても無駄骨なわけね。甘い話はそうそうないと。もし寄生されれば定期的に駆虫薬を飲み続けなければいけなくなるし、お尻からサナダムシが出てきたり卵がなくなるまで検査の繰り返しになるだけでなく、体調不良からの栄養失調で健康的な肉体からはどんどん遠ざかってしまう。要するに百害あって一利なしということで、やめておきましょうね。それじゃあ健康的で楽なダイエット法ってなんかないの？楽な方ばかり流されるわね。すぐに実践できるものならゆっくりよく噛んで水を多めに飲むとかかしらね。なるほど、それさえすれば痩せるんだね。いや、そうじゃなくて運動とか健康的な食生活も意識してやらないと。ああいう鋼のメンタルがあるうちは健康なのかもしれないわね。